Hey, what's up, guys? どうも、カズナです。今日は久しぶりのアメリカ大学留学生インタビューです。で今日はなんとスペシャルなゲスト、高校時代 U19 日本代表、そしてクラブユース選手権 MVP、現在はアメリカのボストンにあるマサチューセッツアムハースト校で大活躍中のハイヤ陽介選手です。お願いします。こんにちは。はい、こんにちは。軽く自己紹介お願いします。はい、今紹介があったように、現在マサチューセッツ大学アムハースト校で、勉強してます。ハイヤ陽介です。高校の時は FC 東京 U18 で、その後大学、東京学芸大学に進学して、2年の時に、転入という形で今の大学に来ました。今日はいろいろとよろしくお願いします。お願いします。僕と早くはもともとユースの時から一緒で、寮の部屋も一緒だったんですよね。そうね、最後の1年俺が高校3年の時かな、一緒だったね。一緒に住んでる、そういう仲なので、ちょっと今日いろいろと深掘りしていろいろと聞いていきたいなと思います。じゃあまずはFC 東京時代のなんか思い出ってありますかね。 FC 東京時代の思い出、はい。まあ、さっきもカズナ言ってたんだけど、まあ同じ部屋だったじゃん、カズナとは。はい。まあやっぱり寮で同じ部屋で生活していくと、はい、なんだろう、やっぱいろんな思い出があったよね。確かに確かに。こう毎晩夜、まあ、カズナはその時からアメリカ行くことを目指してたから、その時もうなんか単語帳とか文法とか夜になったら一人でカズナ読んでたりして、はい、でなんならそこを俺が邪魔しに行ってたぐらいだから高校の時は。確かにそうですね。そう、何年お前アメリカの大学行くんだよとか言って邪魔してたくらいだから、はい、そう、気づいたら俺もアメリカ行ってたっていう。ああ面白いな。うん、やっぱその時から薄々こうカズナの影響を受けてたかもしれないね。こうアメリカに間接的にそう魅力を感じるというか。はい、はい、うん、確かに。なんかあんまり俺としてはなんか迷いとかなかったですからね。もう絶対アメリカの大学がいいって結構言ってましたからね。カズナたち一回アメリカに遠征行ったからね、布団的に。あ、そうです、行きましたね。やっぱそれは羨ましかったかな、はい、やっぱ衝撃受けましたもん、うん、最初にアメリカ遠征行ってアメリカの施設とかサッカーの環境を見たときに衝撃受けました、本当に。でもみんなそれやっぱさ衝撃とか受けるけどさ、ね、そっからいざやっぱじゃあ本気で行こうってなる人は本当に一握りじゃない。そうですね、やっぱみんな行きたいとは思うけどさ、じゃあ本気で行動に移せるのって言ったらやっぱね、日本の大学の方が安定とは言わないけど、まあ確かに、まあね、みんなが通る道だから。確かに。じゃあ大学を辞めてまで、日本の大学辞めてまでアメリカに行った早くは相当なクレイジーとか。いやもうクレイジーオブクレイジーでお願いします。いいですよ、その決断力がやっぱり。うん。そうか。じゃあ FC 東京時代はクラブユースで MVP とかになってると思うんですけど、うん、その MVP になった時の気持ちというか反響とかってありましたか？まあ、気持ちと反響も。ああ、まあもう結構前のことだからね、あれだけど。いや、あの時は普通に嬉しかったし、マジいろんな人が見てくれてたからね。そうですよね。MVP なんて取れちゃったからね。確かに、もう正直江戸川区で結構早く有名で、店行った時早くに声かけた人いましたもんね、店員さんで。いや、まあ、江戸川区のサッカー少年、俺と同世代のサッカーやってた人たちはきっと俺のことを知ってる。知ってるんですね。と信じてる。江戸川区は少年で知らない人はいないってことですもんね。でも本当に全然早く知らない人から声かけられてましたもんね。でなんかドリンクなんか無料にしてもらってましたもんね。それちょうどまあクラブユース終わった後ぐらいかな。あれそうでしたっけ。どうだろう、けどまあやっぱそんぐらいみんな気にして見てたってことだよね。なんか見てくれてたってことかな。すごいですねやっぱり。じゃあまあこんな感じで FC 東京時代の話はちょっと終わりにして、ちょっと皆さんが気になる大学の話これからしていこうかなと思います。ちょっと後ろのルーメイトがうるさいんですけど、すごい、ちょっといろいろとアメリカの話お聞きしていきます。お願いします。お願いします。
まず半夜くん、日本の高校ユース卒業して、すぐ学芸大学に入学したと思うんですね、日本の大学に。うん。で、そっから、2年生ですか、2年生の途中から。2年の夏だね。に、アメリカの大学に編入、移籍するっていう、結構異例のことを成し遂げたというか、したと思うんですけど、なんでアメリカの大学にそのトランスファーしたんですか？まあ、理由はいろいろあるけど、まあ、一つはタイミングよくそういう話が俺のところに来たっていうのがすごい大きなきっかけで、っていうのもすごい前にもどっかで言ったかもしれないんだけど、カズナワは知ってるけどさ、結構あれだよね、この俺がアメリカ行ったのすごい運がよく行けたっていうのがあって、うん、もともとカズナワがアメリカ最初から行くっていう話をしてて、でその時にカズナが手伝ってもらってる、方とちょうどまた別のところで俺がたまたま会ったんだよね、2人にグラウンドで。そうですね、はい、全く関係ない留学会社の方ですよね。うん、全く関係ないところで会って、でその時にちょうど、まあ、俺が大学2年生で、まあ、うん、そうだね、なんかこのままサッカーだけをこう続けていくことが本当にいいことなのかなっていうのを、まあ、少しその時考えてたから、そうだね、ちょっとアメリカのことも気になってたし、でそういう話をその留学サポートの方にしたら、ちょうどその3日前ぐらいに、うん、アメリカの大学が日本人のサッカー選手を探してるってことで、たまたまそういう話があった、そういうラッキーなシチュエーションで、その最初は紹介されて、はい、でその後はもうアメリカに行くって決めるまで1ヶ月ないぐらいでもうすぐ決めて、はい、最終的にアメリカに行くことにしたって感じかな。いやでもそのすごいスピード感がすごいですよね。そんなになんだろう、話が例えばあったとしてもそんなにすぐなんだろうな、踏ん切りつけられないというか決断できない。決めるのはすごい難しかったね。やっぱ学芸大学は関東2部でやってたから、はいはい、それなりに J リーグからも、まあ、1部に比べたら少ないかもしれないけど、全然2部でも、ね、頑張ってれば全然見てくれるし、まあ、大学選抜だって少なからずこう狙ってはいたから、こうそう大学3年4年で自分がそこまで成長日本にいてできるか、それともアメリカに行ってこうなんだろう、新しい、まあ、サッカーだけじゃなくて本当に英語だったりなんか他の勉強の部分だったり新しいことを吸収してっていうことの2つをこう天秤にかけて、はいはいはい、うん、どっちの方が本当に大切なのかなっていうのを考えて、うん、最終的にはすごい難しかったけど、やっぱりなんだろう、一人の人間としてね、サッカー選手の前に人間としてこう、うん、成長できる方を選んだって感じかな。ですね、まあ、やっぱりアメリカってなんだろう、人間としても結構成長ができますもんね。なかなかなんだろうな、サポートしてもらいにくいというか、やっぱ自分の力で何か生き抜かなきゃダメっていうところありますもんね、アメリカって。もうそうだね、来る前はすごい不安で仕方なかったけど、やっぱり来たら来たでも自分で何とかするしかないし。そうですよね。ね、その分の力はつきますよね、やっぱり度胸とかね、なんか、うん、やっぱ来た人しか分かんないこといっぱいあるからね。そうですね、うん、で実際にそのアメリカに行くってなって、まあ、編入、日本の大学から編入するときに何か大変だったことってありますか？まずはやっぱり英語の部分はすごく大変で、俺は良くも悪くも英語の点数、なんだろう、テストが免除されてしまったので、はい、まあ、しっかり準備をしていけなかったっていうところかな。だからそのもともとアメリカに行こうとしてる人たちは準備するところを、俺はそのステップを全くなしに行ったから、すごいそれが出遅れたというか大変だったかな。そう、もともとの英語力はどれぐらいだったんですか、実際。英語力はまあ行くって決めてからターゲット始めた感じかな、俺は大学2年でターゲットのレベルで言うと一番ターゲット、
ターゲット800？ 900？中継やるやつ。いや、マジで、でもそっから始めたよ。もう、だって大学のみんなとかの前でもやってたけど、恥ずかしかったもん、俺も。じゃあ、やっぱそのレベルでいってもなんとかなるっちゃなるんですか？まあ、なってるからなるね、今なんとる。こ。うん、だってもう卒業間近だから、今ああ、も。そうですね。そう。そうだそうね。ですね。じゃあ、実際行って日本の大学とそのアメリカの大学で何か違うなって思うことってありますか？それはサッカーと勉強どっちがいいかな？あんまで私生き活れば、か？両方で両す。方？まあ、勉強に関しては、まあ、ディスカッションメインでやることが多いかな。で、やっぱり、なんだろう、専攻が、公衆衛生、パブリックヘルスっていう分野なんだけど、それはやっぱり、なんだろう、コミュニケーションとかすごい大切にしてる分野でもあるから、やっぱりグループワークメインだし、こう、自分からどんどん発信して、なんか意見言っていかないと、こう、やっぱりうまく伝わらないし、一回なんかグループワークがあって、その時に本当に何も、最初の頃だから全然喋れなくて、その、チームメイトから、こう、そのグループメイトから、その最終的にフィードバックが回ってきたんだけど、なんか本当にいつも静かだった。何考えてるかよくわかんないとか、そういうのコメントを最終的に言われて、結構、あ、やっぱちょっとなんだろうね、伝わらなくてもいいからやっぱ話してみないとダメだなっていうのは、そういうので思ったから。まあそうですよね。もう最初なんてもうディスカッションとかじゃないですもんね。話せなすぎて。いや、なんならディスカッション今でも嫌いだけど、でもなんだろう、その時はさ、準備の仕方とかもわかんないからさ、なんか本当になんていうの？なんかぶっつけ本番で言って何もわかんないままやっぱ無理だったっていうのが多いじゃん。そうですよね。やっぱこう時間が経って、なんか、あ、じゃあディスカッションあるからその前にちょっとなんか考えてから行こうとか、今日話す内容、こういう内容かなっていうのを把握してから行くことで、なんかまたなんか変わってくるじゃん。そういうのがやっぱ変わったこと、どこかな。あとなんかアメリカの大学ってなんだろうな、最初英語話せないじゃないですか。でなんかクラスとかでちょっと恥ずかしい思いして、それでまたなんか成長するとこありますよいね。や、絶対恥ずかしい思いは一人は一回以上するよ、みん恥ずな。かしめを受けて成長するとかありますからね、アメリカなの。んなら恥ずかしいことで成長しなきゃね。なんか、恥ずかしいことを乗り越えての成長だからね、そうでアすメよリね。カは。確かに。やっぱ大変なこともあるけど、やっぱそれ以上にやっぱそれで成長できるっていうことですよね。そうだね。まあ、でも恥ずかしいよ、いつも。いつも恥ずかしい。いつも、まあ、そう本当ですに。よね。恥ずかしいのは連続ですからね、実際。まあ、でも、だんだんそれが慣れてくんだろうね。確かに。サッカー面はどうですか、ちなみに。サッカー面は、でも、本当に大学によるけど、そのアメリカの中でもね。けど、俺の大学は、やっぱりディビジョン1にいながらも、こう、決してこう、うまさとか、なんか強さがあるチームではなくて、本当に、なんだろう、まあ、チーム力でなんかカバーし合ってやっていくっていうチームスタイルだから、なんだろう、良くも悪くも、こう、チームのために頑張れる選手が出れるというか、やっぱそういうところは、まあ、日本人、アメリカ人とか関係なく、なんかそういう一つの基準として、なんか、やっぱチームのこと一番にできる選手が、やっぱ試合出れるしって感じかそうですよね。な。うん。ちなみに半夜君は今スタメンで大活躍中ってことなんですけど。2年近く公式戦はしてないっすね。いや、それでもあれですよね、ニュースとかじゃなくて、そのアメリカ、ああ。コロナとかの影響でってことですよね。そうそう、1年目はしっかり試合、もう1年目からしっかり試合出て、ほぼ全試合出て、すごい良かったんだけど、2年目に鎖骨骨折しちゃって、で、1年間出れなくて、で、その後すぐにね、復帰してもコロナになって、また1年できなくてって感じで、ようやく戻ってきて、2年ぶりのシーズンができるって感じかな、今。そうですよね。で、シーズンできると思ったら、この前コロナでまた2週間延期になったんですよね。そうそうそう、本当に結構ね、厳しい
ことが続いてますね。あの時期はまあしょうがないっちゃしょうがないですよね。もうそうだね、できることするしかないよね。一応試合できる目処は立ってるんですよね。2週間後、3週間後。一応2週間後、それあと1週間、4日間ぐらい過ぎて、はい、練習1週間やって、試合がもうすぐ始まるって感じかな。あ、いいですね、いいですね。うん、結構アメリカの大学ってその試合に向けて結構いろんな大学のサポートとかあると思うんですけど、うん、なんだろうな、その施設とかで何か日本との違いってありますか？環境施設、あ、サポート面、サポート面とか、まあ、でも多分なんだろう、日本の大学スポーツとアメリカの大学スポーツどっちも経験したのって本当に俺ぐらいだと思うんだよね。そうですよね、うん、みんな大学こっちから行く人なんだ、アメリカからっていう人が多いじゃん、日本のを知らないから、はい、だからそういう面で行くと俺は結構言えることが多分多くて、例えばなんだろうな、まあ、でもカズナもよく言ってるけど、こうその遠征費だったり、はい、うん、どっかに行くとき全泊もそうだし、もう全くお金かかんないしさ、そういうのも。そうですよね、うん、なんなら練習終わった後のプロテインまでグラウンドまで持ってきてくれるし、うん、もうその場で練習終わってすぐ、じゃあプロテイン1個取ってけっつって取ってその場で飲んで帰るみたいな、そんぐらいなんだろう、日本では絶対そういうのないからさ、うん、そうね、やっぱりその希望感はやっぱりアメリカの方が大きいかな。そうだね、まあトレーニング施設もそうだし、最近俺の大学 UMass は去年から天然芝のグラウンド1個増えて、今天然芝2面、人工芝2面、うん、で、あと人工芝2面あって、もそれプラス屋内練習場って言って、はい、バブルって言ってめっちゃでっかい、あの雪降っても大丈夫なような施設があって、だから合計5面ぐらい練習とかサッカーできる環境があるから、うん、このプロよりすごいですね、日本の。そうだね、ごめんなんてなかなか使わないもんね。そうですよね、だからもう雪でも雨でも大丈夫ってことですもんね。そう、もう雪で今日とかめちゃめちゃ雪降ってるけど、その全然関係なく練習とかそういうのできちゃうからね。すごいな。じゃあその、まあ、施設もそうなんですけど、その大学全体の特徴ってどういう特徴があるんですか？UMass は州立大学だから比較的に、何だろう、私立よりは学費とかは安いのかな、ちょっと確かではないけど、それで何だ、ビジネス系の、分野が特に優れてるのかな、はい、で、うん、でスポーツビジネスとかもすごい、あの全米で1位に争うぐらい、あのいいプログラムが揃ってるし、あの勉強面でいくとすごいいい大学、うーん、レベルは高いと思う、はい、そうなんですね。じゃあもう確実にサッカーと勉強も両立できる。うん、両立、そうだね、両立うまくいってるっていうか、大変だけど。学生の意識はどうですかね、全体的なその勉強に対する意識というか、まあ、サッカー部も含めてですけど。意外となんかスポーツチーム、そのそれこそアスレチックのチームに入ってる選手たち、学生の方がなんか勉強に対する意欲とかっていうの意外と高かったりする、しない？あ、でも自分の大学どうですかね。そんなに？まあでも一般の生徒の方がまあ高いイメージありますね、自分の学校。本当。なんかやっぱやらなきゃいけないっていうのもそうだけど、なんかやっぱある程度高いレベルで両立しようっていう選手が意外と多いように俺は感じる。まあ、そうなんですね。だってさ、大学 GPA あの 4.0 マックス取った人がさ、あのそのアスレチックデパートメントのさビルの中にさ、はいはい、写真貼られるのとかない？はいはい、あるかもしれないです、はい、あるよね、成績優秀者がさこう写真並んでみたいな、やっぱみんなそれなりにちゃんと勉強するし、やっぱそういうところに行く人はやっぱり人間性もいいし、うん、すごくいいかな。そうですね、アメリカの大学は一定の成績取らないと部活動が停止になるんですもんね。うん、まあ、なかなか取る人はいないけどね、見たことないけど。確かに自分も見たことないですね。うん、まあ、それなりにやっぱみんな頑張ってるってことなんですかね。まあ、あとはあれですね、うん、アメリカの大学は
アドバイザーがつくんですもんね、もし、そうだったら。アドバイザー。そうだね、家庭教師みたいな、チューターって、これもなんかいろんなところで話してるけど、まあ、特に1年目、2年目なんか、俺、多分、チューターがいなかったら、マジで、何も単位が取れてなかったと思う。それぐらい、マジでありがたかった。そやっぱアスリートの勉強に対するサポートも結構手厚いと。そうそう。で、日本の大学でせ、じゃあ家庭教師つけてあげますよとか、なんないもんね。あ、確かにそうですね。それは。確かにそう。うん。やっぱその勉強に対するサポートもしっかりしてますからね。施設、あの仕組みが、アメリカの大学は。まあ、それは確かにいいところですね。じゃちなみに、配役の大学って、ボストンにあると思うんですけど、うん。ボストンのいいところって、ボストンはいいとこだよ。いいとこですか？ボストンはね、まずサイズ感がいい。なんか大きい、ボストンって。大きすぎない。だから回ろうと思えば全然、なんか1日2日あれば、なんかいいとこは結構回れると思うし。それからシーフードとか、あと料理が美味しいね、いっぱい。あ、そうなんですね。いろんなお店があるから。普段って車ハイクって持ってましたっけ？俺はこっちでは免許持ってない。日本では持ってるけど、こっちでは持ってないから、基本誰かに乗っけてもらうかな。乗っけてもらうんですね。うん。どうしてっていう感じなんだ。オフの日とか何するんですか？オフの日は、基本、グダグダ、俺は。グダグダ。あんまり、大学の周りがそんな栄えてないから、結構田舎だから、なんか、ちょっとどこ行くにしても車がやっぱ必要だし、はいはいはい、うん、本当に何だろう、月1回ぐらいちょっと月1、2回近くの街の方行って、うん、なんか映画見たりとかはしてたけど、まあ、今コロナだから全然行けないから、はい、うん、でも特にこのチームメートとかのアクティビティってあったりしますか、大学で。特に俺らのとこはそんなになんかチームメートでみんなでどっか行こうっていうのはないかな。ないんですね。なんか本当にシーズンが終わって一回じゃあみんなでじゃあご飯行こうぜとか、みんなでじゃあなんかそれこそなんかシューティング行こうぜとかさ、ペイントボールね、ペイントシューティング行こうぜみたいなのはあるけど、シーズン中とかは全然ないかな。そうなんだ。僕の大学は結構セミスター、あ、まあまあでも同じかもしれないですね。セミスターごとに、セミスターの終わりにみんなでなんかやるっていう。そうそうそう。うん、そうだね。はい。そうなんだ。でもそろそろまあ時間も時間なんで、残りあと2問ぐらいにしたいと思うんですけど、うん、アメリカの留学してよかったなって思うことって何ですかね。ね、まず一つは、ね、なんだろう。まあ間違いなくサッカーのことで、今までやってこなかったようなプレイヤーとか、今までやってこなかったような、なんだろう、環境もそうだし、全然違う環境でできてることがやっぱりすごく楽しいし、なんか新しいことばっかですごい新鮮っていうのがやっぱすごい楽しいかな、こっちでやってて。そうなんですね。やっぱあとはまあ、私生活の部分だったら、こう、やっぱ日本にいちゃ絶対できない友達とかができるわけじゃん、アメリカに行って。それこそこっちに来て、やっぱ親友って呼べるぐらいの友達ができたり、そういう友達が世界にいるっていうのは、やっぱりすごいいいことだと思うから、うん、やっぱりすごい嬉しいね、俺は、そういうのが。日本にはない刺激っていうのいっぱいありますからね、アメリカには。そうだね、本当に新しいことばっかだからね。そうですよね。ありがとうございます。じゃあ最後に質問、これからの目標教えてください。まずはそうだね、卒業がもうすぐなんだけど、はい、やっぱり卒業までにこうサッカー部としてこう全国大会出て、全米大会出てね、まあできることなら優勝したいけど、やっぱり全米で出るっていうのが一つの目標。まあ、その後はこうプロでやっていけるようにこう自分自身頑張ってね、まだまだ成長して、そうですね、プロの世界でやれるように、はいはい、頑張りましょう、プロで。いやいや、
頑張ります、頑張ります。頑張りましょう。ちょっとよっしゃ、よっしゃ。先駆者としてお願いします。やっぱりさ。何？パイオニアとしてお願いします。はいはい。逆輸入ね、逆輸入。逆輸入。日本なんですか、やっぱり。いや、そんな、アメリカか日本どっちかがいいなと思ってて、あんまりヨーロッパとかそんな考えてないけど。そうなんですね。うん。まあ、ドラフトどこでも。そうね、ドラフト行けばいいね。そうですね。いや、本当に頑張りましょう。頑張ろう。はい。はい。という感じで今日は第4回アメリカ大学生、留学インタビュー、ハイヤ・ヨウスケ選手でした。ありがとうございます。ユーのペットボトルで。ハイヤ選手 の SNS ね、概要欄に貼ってくるので、ぜひ皆さん、フォローお願いします。そして、このチャンネルのチャンネル登録、動画の高評価、そしてコメント、どしどしお待ちしています。皆さん、今日はありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。See you guys! はい、バイ。